マグナムクランク。どうも、日立のシンブです。はい、これマグナムクランク、これね、デプスのイボークとかショットストーミーマグナムとか、まあこの2種類しかね、まあ俺は持ってないんですけど、前回こっちかな、これのこの白いショットストーミーマグナム、こちらで霞ヶ浦でブラックバス釣ったと思うんですけど、実はあれ釣ったんですけど、手元は見えてないと思うんですよ、巻いてるとことか。で、実は巻き方を一工夫というか、まあ大したことではないんですけど、こうただ巻くよりこうした方がいいんじゃないかなみたいなことをやってたら、まあ釣れたっていう感じなんで、今回はその濁った時とか、秋はそもそも魚が散るんで巻き物がよく効くって言われてる季節でもあるんで、で大きいの狙いたいとか、マグナムクランク投げてみたいっていう時のためにやってた巻き方っていうのを今回ご紹介したいと思います。っていうのがですね、別に本当大したことはないんですけど、でもちょっとの一工夫というか、別にこれただ巻きでも釣れるとは思うんですよ、釣れるとは思うんですけど、実は俺が釣った時はただ巻きではなくて、巻くじゃないですか、ブル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 って巻いて、で止めるんですよ。でふーって浮かして、でも浮かせるんですけど、表層までは浮かせないです。で表層まで浮かせなくて、まあ別に自分なりにカウントしてもいいんですけど、とにかく基本としては表層までは浮かせないです。でまたブル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 ふーブル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 みたいな。でストップ&ゴーって言われてるやつだと思うんですけど、いわゆるそれで結構釣れたんですよ。てか2匹とも実はストップ&ゴー、ただ巻きでは釣ってないです。どっちかというとバル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 ふーバル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 ふーみたいな。これがね、意外とこのマグナムクランクのゲームとしてはなんか合ってるような気がするんですね、巻き方として。特に霞水系で合ってるような気がします。程よい強さというか、ブル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 ってやるんだけど、ちょっとこれで抜けるみたいな。でまたブル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 ふー抜けるっていう。でブルブルブルふーって止めた瞬間にバーンって食ってくる場合もあるし、こうやって動き出した瞬間にバーンって食ってくる場合もあるんで、だから秋のねマグナムクランクの巻き方のおすすめの一つとして、ストップ&ゴー、こちらが、結構効くと思いますので、ぜひ試してみてください。ということで今回はマグナムクランクのおすすめの巻き方、ストップ&ゴー、こちらの紹介でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。